討論の通告があります。順次これを許します。塩川哲也君。私は日本共産党を代表して新型コロナ感染症対応の特別措置法改正案に反対の討論を行います。今新型コロナの感染拡大を抑止するために必要なことは罰則導入ではありません。事業規模に応じた補償、政府自治体からの要請で不利益を被る個人への補償など正当な補償を明記する法改正です。政府がなすべきはコロナ感染者の不安をなくし過酷な医療現場を改めるため公衆衛生医療提供体制の整備に全力を注ぐことです。本案の最大の問題はコロナ感染者やコロナ対策で営業が困難になる、仕事を失う、収入が落ち込むなど不利益を被る国民を犯罪者扱いし責任を国民に転嫁して国が行うべき補償を免れようとする罰則の問題であります。重大なのは入院措置や積極的疫学調査の拒否に罰則を導入する点です。政府案に対し刑事罰撤回の修正が行われましたが罰則を課して強要することに違いありません。また入院したくてもできず自宅で亡くなる事態を放置したまま自宅療養を位置づけこれを求めています。さらに医療が逼迫する中で必死に地域医療を支えている医療機関に対し減収補填を行わずベッド増床の協力勧告に応じなければ公表の制裁を加える規定まで盛り込んでいます。罰則導入がいかに感染抑止に逆行し重大な困難をもたらすかこの短い審議の中でも明らかになりました。公衆衛生の専門家の参考人は罰則があることで水面下に潜ってしまう行動を誘発する可能性を指摘、さらに罰則の導入で保健所には事件の通告意味が生じ業務が追加となるため今の保健所では業務的に持たないと告発、感染症法に関して罰則は一切踏みとどまるべきだと強調しています。罰則導入は国民の不安差別を助長させ保健所業務に支障をきたし国民の協力を得にくくし感染コントロールを困難にするものです。絶対に認められません。私の質問に対し政府は入院拒否で感染拡大した科学的証拠も示さず入院措置の事例すらつかんでいませんでした。菅総理は罰則導入について保健所を所管する都道府県知事からは全国知事会として要望があったと述べ厚生科学審議会感染症部会からはおおむね了承が得られたと答弁しました。しかし保健所から知事に対し要望を上げてくれとは言っていないという発言がその審議会の議論中にあったのです。そして審議会で18人のうち11人が反対、懸念、慎重論を表明していました。にもかかわらず法案を提出したことは到底許せません。法案はこんなにも矛盾に満ちています。多くの関係者が反対している声を無視して押し通すなど断じて許されません。罰則・制裁措置の導入は全面撤回すべきであります。特措法は現行においても緊急事態の要件や私権制限の内容が曖昧でその恣意的運用が問題となってきました。これを放置したまま本案で持ち込まれたまん延防止等重点措置はさらに問題を拡大するものです。政府・都道府県の判断で罰則付きで私権制限を国民に押し付け事業者への要請事項など肝心な中身は政令で定めるとし国会の関与も法定していません。政府や自治体の裁量が大きくさらに恣意的な運用が懸念されるものであり認められません。特措法の対象を拡大し政府が決めれば法改正なしに今後新たに発生する感染症にこの枠組みが使えるようにしていることも問題です。特措法は私権制限を伴うものであり国民の権利利益を救済する措置が不可欠です。私権制限がもたらす人権侵害に対する救済措置や経済的措置に対する補償の法定化を欠いたままの法改正は許されません。また検疫法に自宅待機を位置づけていますがこれは感染症の病原体が国内に侵入することを防止することを目的とする検疫における
水際対策に穴を開けるものであり反対です。以上、討論を終わります。平正明。